山口敏太郎の食いしん坊。ですね、私がですね、シンボルツリーとしてブルーベリーの木を買ってきました。10年ぶりにですね、我が家に帰ることができてですね、それで買ったのが、収穫、先ほど収穫したブルーベリーの木です。ブルーベリーってなかなか難しくてですね、特殊な土じゃないと育たないんですが、結構たわりに実ってますね。美味しそうです。いきます。酸っぱいけど美味しいですね。うちの玄関の野草だと思えないぐらい美味しいですね。この酸っぱさがたまりません。ブルーベリー、これは甘い。いやー、美味しいですね。こういう収穫の楽しみがあるのがなかなかいいのかなと僕は思っております。